こんにちは、チョメです。今日は5年目第1章、ストーリーパート4分の3、夜にレイクピックに会うをやっていきます。ここだね、訓練場、上、夜にレイクピックに会う。お、夜になった。インカーセラスを習いましょう。3時間だね。よーし、3人で習うよ。あ、そうだね。これ、3人で言ったね。母さんは一度この呪文を使って闇払いを縛り付けたことがあるわ。この呪文について読んだことがあるよ。太いロープを出して対象を縛るんだ。狼人間の時にやったね。レイクピックが正しければこの呪文で命拾いするかもしれない。杖を向ける方向に注意しないと。メルラと話そう。母さんは一度この呪文を使って闇払いを。これまた同じだね。じゃあレイクピック話すか。この呪文を使えばほとんどの人間や生物を縛ることができます。この呪文は出現呪文です。まあ名は出現するもんね。これはもう同じだね。ループかな。うん、ループだね。ビルも同じ。これもループかな、レイクピック。あ、ループだね。じゃあちょっと裏でやっとくね、最後まで。じゃ少々お待ちよ。チョメです。続きやっていきます。これ同じだからね。おー、終わった。止まっちゃったよ。大丈夫？よーし、インカーセラム習ったよ。実際見れるかな？どんな感じなの？ゲット。くるくる回りつける感じかな？高速呪文をミススナイドに唱えてください、ミスター YouTube。どうして私なんですか？やがってるね、やっぱり。自分で言ってましたよね。あなたは何でも一人で対処できるほど強いと。あー、うまいね、レイクピック。あー、確かにそう言いました。だから、メルーラ自力で逃げろって感じだったのね。インカーセラム。わ、ロープみたいだ。オッケー。これで縛り付けます。あ、出てきた。この弾はどっから出てくるかわかんないけどね。でも抜け出そうと思ったら抜け出しそうだけどね。それではここまで。息ができてないんじゃないか。え、そんなに強く締まってる？それでは救ってあげてください、ミスター YouTube。フィニートインカンターテム。これで解きますね。はい。オッケー。大丈夫か、メルーラ。もちろんよ。これは貴重なレッスンです。私たちはこれでチームに家族になりました。何が起ころうともお互いを守らなくてはなりません。うん、大事。守ろうね。じゃあ次は？あ、3時間後だね。中庭でベンと会う。後で時計台の中庭で会えないかな、チョメ。話したいことがあるんだをやっていきます。じゃあ一旦失礼しますね。こんにちは、チョメです。ちょっと服装を変えてみました。適当です。で、今回は5年目第1章、ストーリーパート4分の4、中庭でベンと会うをやっていきます。まあ、動画は繋がってると思うけどね。よーし。まあ、たまにはイメチェンや、イメチェン。ベンがおった。あはー。ちょっと待ってよ、待ってよ。はい、スタート。チョメ、まさか来てくれるなんて思わなかった。大丈夫か、様子を見たかった。謝ってほしい。何が起こったのか知りたい。え、一番上。この選択をするには、このキャラクターとの友情レベルをもっと上げる必要が、あ、ベーンは確か8だったか、じゃあ一番下にしよう。僕を攻撃した理由を知りたいんだ。誰かに操られてたのなら、それが誰かも知りたい。僕のことを怒ってないならよかった。だけど、僕のことをこれっぽっちも心配してくれないのは少し残念だよ。いや、心配してるよ。僕も自分に何が起こったのか思い出そうとしてるんだけど、思い出そうとするたびに怖くなって。何がそんなに怖いんだ？また誰かに操られるかもしれないことだよ。もっと憎いことをされるかもしれない。いや、もしかしたらもうすでにもっと憎いことをしてるかもしれない。思い出せないだけで。もう洗脳されてるんだな。あの夜に起こったことを全部話してくれ。何か突き止められるかもしれない。いや、話そっか。これも演技だったら嫌だな。演技っていうか操られてたら。ちょっと待って、この服装。ももが見える。足がすっごい強調されてる。廊下でレイクピックに話しかけられたよ。いろいろ質問された。それからグリフィンドールの談話室でソファーに座って休んだ。なるほど。あの赤いローブを着たことも覚えてるけど、自分を別の誰かだと思っていたと思う。ウィーズリー兄弟の一人と話したのも覚えてる。誰か、ビルだったと思う。確かね。それからグリフィンドールの談話室でソファーに座って休んでた。これは聞いた。あ、これも聞いた。あ、じゃあループかなと。うん、これはループ。じゃあ自分を話そう。ベンが本当のことを言ってるかどうか確信が持てたならな。
レイクピックに止められる前に最後に覚えていることは、廊下でレイクピックに話しかけられたよ、いろいろ質問された。あ、もうこれはループになってるみたい。じゃあちょっと最後までちょっと裏でね、ちょっと上げとくよね。はい、ちょめです。回復してきました。これ見たら分かる通り同じこと言ってるので流しますね。ここはよし、ゲート。あ、立ったね。どうなるどうなる、格好が変だったな。もっと思い出せたらいいんだけど、こんなにも考えているのにほとんど思い出せないよ。レイクピックが僕をヒルチの部屋に連れて行った後、何時間も尋問されていろんな道具で脅されたけど、あ、これ確かこれチョメさんがヒルチの部屋って選択しちゃったんだね。病棟とかだったらまたここが変わってるかもしれない。すまんな。もうダメだ。僕はもうダメだ。ダンブルドアの校長室の方が良かったかな。そんなことないよ。なんとかして解決しよう。あんなことがあった後でも僕を信用してくるの？チョメ。信用したいけど足りなかったレベルがわからないにしとこう。わからないよ、ベン。真実を突き止めるまでは何にも確信を持てない。そうだよね。僕も君の立場だったら同じように感じると思う。危ない。え、なに？おおおお。なになに？ベン！闇の魔法使いが出てきたよ、また。あ、止まった。ホグワーツに死が訪れると言ったはずだ、チョメ YouTube。え、これベンじゃなかったんだ、じゃあ。これ、この言葉言ったやつってあいつだもんな。お前にはまだ生きていてもらわないと困るが、今年が終わるまでに、お前の友人の一人が死ぬ。誰だろう？ローワン？誰だな？あ、第一章完了。5年目の始まり。ゲット。あ、レベルアップした。素晴らしい。第二章、重大な危機。もう一人の闇の魔法使いが、年末までに友人の一人が死ぬと警告している。不幸にもそれが思っているよりも早く起こるかもしれないを開始していきます。わあ、メルラと会う。三本のほうきまで会いに来て、YouTube。あんたが気に入ってるの、あの不気味。あ、まずい飲み物をおごってやるわよ。あ、バタービルのことか。あ、じゃあこれは次回に続きます。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。あ、レベルが33だね。一気に経験値がもらえる感じか。なるほど。じゃあこれも一応見とこっか。次回こんな感じですね。あ、もしかしたら授業の方からやってるかもしれません。じゃあ失礼します。ありがとうね。